ちゃ。こんにちは、日高さん。はい、はい、巨人の山口投手、この度メジャーリーグから復帰、日本球界に復帰ということで、ね、早速初登板。いや、こんなに早くさ投げるとは思わなかったんだけど、はい、あの日本球界復帰を勝利で飾ったという、はい、富山球場でね、はい、で山口のデータをいろいろ調べると、地方球場での成績、巨人時代だけど5勝1敗、防御率が 1.29、うん、非常に相性がいいんだよね。だからそれも知ってかどうか分かんないけど、原監督が地方球場で先発をさせるというね、はい、でそのバッテリーを組んだのが2019年に最優秀バッテリー賞を取ってる小林と組ましたんだよね、はい、で小林ってほとんど先発がなかったんだけどさ、うん、山内と小林を組ましたという、はい、これがまた大ヒットなんだよ。これはもう後であの説明していくけども、はい、だから非常に小林が山口を引き出したなっていう、うん、そんな感じがしたんだよね、はい、でその成績、今日の成績です ね、はい、5回3分の2、101球、うん、でもっと早くさバテるかなと思ったら101球まで持ったんだよね、はい、で被安打5、はい、奪三振5、はい、吉四球2、はい、点が1ということで、はい、なんかこう考えればなんか条件が揃ったかなっていうような、うん、もうぴったり今日初登板するのが良かったのかなっていう条件だったんですね。条件だったよね、はい、でちょっとどういう内容か、まあ内容はここにあるんだけどさ、はい、どういうことだったのかっていうのを、はい、ちょっと説明回を追って説明していきたいと思うんですが、はい、では試合の内容をポイントそうだね、追いながら見ていきましょうか、はい、うん、はい、まあ、DeNA 非常に1番に入った桑原とか、はい、山口と相性がいいんだよね、うん、で追い込まれてからのフォークをすくい上げて、はい、あわやホームランっていう当たりを松原がファインプレー指定のスタートだったんだよ、ね、はい、これは山口にとってすごい大きかったと思うよ、うん、これがもし抜けていればおそらくツーベースになってるし、その後柴田がホームラン打ってんだよね、2番バッター、うん、ワンアウトから。で柴田のホームランっていうのは5球連続してストレートだったの、やっぱ舐めてんのかなっていうような感じの投球だったの、柴田選手のことを、うん、はい、ただまっすぐの走りとかも、はい、やっぱり山口は確かめたかったと思うし、うん、なるほど、でそれを逃さなかった柴田のホームランっていうのは見事だったんだけど、はい、これで目が覚めたのか、それから変化球を多く使い出して佐野にヒット打たれるんだけど、はい、オースティンをフォークボールで三振、はい、で宮崎をレフトフライ、このレフトフライもスライダーが甘く入って危なかったんだけど、うん、まあ事なきを終えたんだよね、はい、まあ1点は取られたけど相当プレッシャーがかかったね。これはなぜかというとさ、ただ単純に投げてるだけだもん、一生懸命腕振って、はい、だから組み立てとかなんとかってもう頭に全くなく小林の言う通りに投げてたという、そういう初回だったのね、はい、その初回投じた球が31球かかったわけよ、うん、このペースでいくと3回で終わるよね。そうですね、大体ということは、うん、初回がその31球を投じたというところで、結局はまあ 6回というか5回3分の2投げるということは、うん、その後がうまく回っていったっていう部分、ね、もちろんそうだよね、うん、はい、ではそういうところもで、はい、まあ2回も、はい、2回3回って硬いんだけど、はい、だけど2回に巨人の攻撃で岡本坂本の連続二塁打で、うん、同点に追いついてくれるんだよね、はい、でもこれはあ早い回に同点に、まあやっぱ先発だからさ、やっぱ打ってくれなきゃ勝てないし、はい、まあそういうことから言えば岡本坂本の連続二塁打で同点にしてくれた、うん、で3回に丸の勝ち越しツーランが出た、これはね勇気もらったと思うよ山口は、うん、でこの回を4回をピシャッと三者凡退でいくんだよね、うん、で初回にファインプレーだとか、はい、ホームランだとか、レフトフライだとかって言ってたでしょ、はい、ボールが上に上がってたんだよね、うん、でも山口が2回ぐらいから低めに投げれるように少しなってきて、はい、ゴロアウトが増えたんだ、あ、はい、だからこれは危険度が初回よりはだんだん減ってきたなって、うん、でも硬いんだよまだ1回から3回まで、うん、で4回にオースティンに初球カーブを投げる、は
はい、で今まではストレートが144から149キロ、うん、スライダーフォークが大体133から139キロなんだよ。この2種類だったんだよね、うん、フォークとスライダーは投げてても球速としたらこの2つしかなかった、はい、それを DeNA 打線は、はい、いとも簡単にというかさ対応してたのよ、うん、ただ4回にカーブを見せたことによって DeNA 打線がちょっと困ったんだよね。なるほど。緩急を使い出したわけ、はい、だから山口が6回まで行くんだけどさ、はい、原監督としたら6回を投げ切ってほしかったんだよね。でも5回3分の2、はい、ここはやっぱ疲れた山口が、その兆候がやっぱフォアボール、はい、オースティンに対して低めに1球も行かずに高めに抜けてのフォアボール、まあ、宮崎に対してもフォアボールを出すんだけどさ、はい、まあ、ここで横浜ベンチは楠本を代打で送るんだよね。で楠本で非常に代打の成功率が最近高くてさ、はい、まあ、そのデータもあったと思うんだけど、そこで山口を降板させる。で応援にスイッチ、うん、そしたら外を出してきた代打の代打で、うん、でそれを応援が三振に取る。もうね巨人は必死の継投で逃げ切るという、はい、その後鍵谷とかも出てきたりだとか、はい、オースティン三振に取ったりだとか、まあそういう活躍があり山口を勝利投手に導いていったんだけどさ、はい、継投のポイントっていうのは山口投手の変化で、うん、原監督はやっぱ分かりやすかったんでしょうか。分かりやすかった。やっぱりね、うん、ボールが浮いてきたっていうのがもうすぐ分かったし、はい、なるほど。でやっぱね復帰戦初登板だったでしょ、はい、だから相当プレッシャーもかかってたと思うし、うん、はい、精神的にももういっぱいいっぱいになってたね。そうですよね。もうとても大事な試合になりますもんね。そうそう、自分にとってもね、巨人にとってもね。だからでもね101球を投げ切れたということは、はい、俺は予想以上の結果だったと思うし、はい、うん、まあ、アメリカでもリリーフしかしてないしね。で先発で久しぶりに投げた割には、はい、すごく落ち着いてたしテンポも良かったし、はい、でボールもそこそこいってたし、あとはやっぱこうもう少し右バッターのインサイドにツーシームかなんか投げれるともっともっと幅が広がって、うん、楽に投げられると思うんだね。それはこうなんて言うんでしょう、初登板ということで無難な感じにまとまったっていうところがあったんでしょうかね、うん、 そうだね、うん、それとやっぱね小林がね山口を自由にさせてあげた。だからデータとかあんまり縛られないで、はい、相手のバッターここ好きだっていうのがあっても山口がそこに投げたいっていうんだったら投げさせた、うん、それとやっぱ落ちるボールを有効的に使ってたね。うん、だから、まあ、最初に説明したけど2019年最優秀バッテリー賞を取ってるこの2人が組むとやっぱいいなと思った。テンポもいいし、なるほど。でピンチになった時に小林が行くタイミングもすごく良かったし、はい、だから山口の時はやっぱ小林が被った方がいいなっていうのがすぐ分かったし、はい、アメリカに帰ってきてアメリカの成績とかいろいろ見るとさ、うん、ものすごく不安で、うん、山口巨人に帰ってきてもボロボロになるんじゃないかっていうふうな、ことも想像は少ししたんだけどさ、はい、予想以上に投げれた。だから山口がこれだけ投げれるっていうことは、ね、菅野が戻ってきたりとかすると阪神を追撃できる体制は整ったよ。なるほど。で丸もさ絶好調になってきてるし、うん、もう本来の丸にもう戻った完全に、はい、あとは梶谷がもう少しゲーム感を戻してね、はい、慣れてきたら巨人はちょっと息を吹き返すというか、まあ別に死んでるわけじゃないんだけどさ、はい、阪神を追撃する体制が整ったということだよね、はい、まあでもだからすごく俺も後輩だから、はい、山口は嬉しかったしね、はい、で山口のヒーローインタビューはもっとヤジが多かった多いのかなと思ったけど、うん、だけど温かく迎えてくれて非常に嬉しかったと、はい、でもそれは地方球場だからだよ。地方の皆さんは優しいんだよ。これが阪神で甲子園に行ってみものすごいやじられるから、はい、でもそこにも耐えて山口は頑張ってほしいと思います。はい、うん、山口投手は精神的なものとか、うん、こう環境とかっていうのに、うん、よりこう影響されたりするところがあるんですかね。まああるよね、はい、だからこう帰ってきて環境がもう要するにもともといたところっていうのもあったり、うん、バッテリーも今まで一番信頼してうまくやっていた小林捕手だったりっていうこともあって、まあ
まあ原監督の配慮だよね、はい、うん、これはやっぱりベテラン監督だわ、やっぱりね。もうそういったところも原監督の中ではもう分かっていても、もう分かってた、山口の性格を分かってるよ、ね、はい、ただその一番最初にさ、やっぱり言うように、はい、いや、もっとヤジが多いのかなってそこ気にして言ってるぐらいだから、はい、ものすごく気持ちがね、ちょっと繊細な部分はあるんですよね。そうそうそう、はい、だけどなんかこう投球を見てると、うん、アメリカに行って、うん、あの一回りちょっと大きくなってきたなって気持ちがね、うん、はい、あの精神的には強くなってきたなって、それで帰ってきたなっていうのは分かった、はい、うん、だからまあ山口おめでとうね、はい、よかったね、ほんとね、うん、そうですね、まあ最初は緊張感があっていい投球できたけど、はい、あの次からもねずっと緊張感維持して頑張ってほしいと思います、うん、はい、でも DeNA は巨人に対して7連敗なんとかしろよ、ね、まあ今日は山口おめでとうの動画でした。はい、はい。